パバタグー、戸川宮戸川は古典落語の演目の一つ。一般には二場面のうちの前半部分のみが演じられ、お花半七なれ染めあるいはお花半七という演題となることもある。宮戸川とは、現在の隅田川のうち、浅草周辺流域の旧称である。前述の通り話の前半のみを演じた場合、宮戸川は場面に登場しない。 登場人物のお花及び半七の名は京都で起こったとされる真珠事件をモデルとした歌舞伎や人形浄瑠璃に使われたもの。後半部分を含めて演じると長時間にわたる上に生産な展開となるため、講演される機会は少ないが、三代目、三遊亭演歌、三代目柳屋正満五海道雲助、金原亭、世之助、古今亭菊星、 柳や京太郎らが投資で演じることがある。小網町に住む半七は、友人宅で将棋を指していて、帰りが、すっかり遅くなり、親が幻覚であったため家に入れてもらえず、締め出しを食ってしまう。すると、友人宅でカルタをしていて、帰りが遅くなり、同じように締め出しを食ってしまった幼馴染み、お花と行き合う。半七は締め出しを食らうと、いつも霊岩島に住む。 おじの家に一泊することにしていた。お花は、そこで私も一晩お世話になりたいと半七に、申し出るが、そのおじは、近所で、飲み込みの旧太と呼ばれるほど、早が転しがちな人物である。うぶな半七は、おじにいい仲だと、勘違いされると、どうなるかわからないと断り、一人で行こうとする。その時遠くで雷が鳴り始め、雷に怯えるお花は半七に取りすがって、 そのまま、半七の叔父の家までついてきてしまう。案の定、半七とお花は叔父に勘違いをされて、布団が一組しか用意されないまま二階の部屋へ、通される。二人きりになると、お花は半七に対しまんざらでもない態度を取り始める。そのうち、雷が大きくなり響き、お花は半七の胸元へ飛び込む。するとお花の着物がはだけ、半七は頭に、 血が昇り、お花の体へ手を伸ばし、ここで、縁者は、ちょうどお時間ですと下げる。二人は夫婦になる。仲良く暮らしていたある日、お花は戦争時へ、お参りに行く。帰りに雷雨に遭い、小僧に傘を取りに帰らせる。小僧が戻ってくると、お花は忽然と消え去っていた。半七は、懸命になって探すが、行方知れずのまま一年が過ぎる。 半七がたまたま乗った船の船頭に、昨年の夏に、浅草寺でふと見かけた女をさらい、なぶり物にした上、顔を見られたため、発覚を恐れ殺して、宮戸川へ放り込んだと告白される。お花が半七を呼ぶ声がする。半七は、家で目を覚ます。一年の経過と船頭の告白は、うたた寝していた、半七の見た悪夢だった。お花の身には何もなく、 無事に戦争時から帰ってきている。半七枠、夢は小僧の使いだ。ありがとうございます。